中心部のヘレンドーリ・フォールブルフは、オランダの南ホラント州西部にある都市で、旧自治区である。2002年に、ライチェンダムとストンプバイクがライチェンダム・フォールブルフとして統合され、新都市となった。人口約3万9000人。オランダで最も古い都市とされており、1988年に、設立2000年の祝祭が行われた。ハーグ市に隣接し、 その郊外地区とみなされることが多い。1632年に作られた旧市庁舎スバンスタイン・フォールブルフの古教会レインスヒーウンガ2世紀にそのルーツを持つフォールブルフはローマ帝国から自治権を得た当時の3つの自治体の中でも最も人口密度の高い都市でありフォーラムハドリアニとして知られるようになった。紀元前47年に ローマ帝国の軍師であったコルブロによって作られたライン川とマース川を結ぶ大運河であるホッサコルブロニス沿いに位置している。現在ではこの運河はレインスヒー運河より一般的にはフリーイートとして知られており都市の主要なランドマークとなっている。フォールブルフに住んだ著名人にはフリーイートに隣接し幾何学的デザインに整えられた庭園を持つホフベイクと呼ばれる 小さな邸宅で多くを過ごした17世紀の作家、詩人コンスタンティン・ホイヘンスなどがいる。彼の息子で著名な天文学者、数学者のクリスティアン・ホイヘンスもフォールブルフの邸宅で数年を過ごした。主要鉄道駅に隣接するこの邸宅は現在では博物館になっている。哲学者のバール・ルーフ・デスピノザは1663年から1670年をフォールブルフで過ごした。 その間に彼は、論文、エチカの執筆やヨーロッパ中の科学者、哲学者、神学者たちとの交流を深めた。また、当時オランダ国内で力を強めていた政党、カルバン派のオランダ総督オラニエコーに対して、非宗教的な立憲政治を目指す、共和派の理論的支持を広めるために、オランダの衆議会の法律顧問であった、ヨハンデウィットの支持により、 1670年には、進学、政治論を、執筆、出版した。2009年まで、フォールブルフには、国の統計機関の主要支局である CBS があり、統計データのほとんどを政府に提供していた。その年、CBS は、ハーグ周辺の開発区の一つであるライチェンフェーンの数キロ東に移設された。 ランドスタット鉄道ライチェンフェーンフォールブルフ線2006年まで、フォールブルフには、フォールブルフ駅、フォールブルフトロー駅、ライチェンフェーンフォールブルフ駅の3つの鉄道駅が存在した。後舎2駅は、ランドスタット鉄道の路線である。フォールブルフ駅はかつて、鉄道会社との高級的合意によりすべての通過列車が停車するインターシティ停車駅であったが、 新設駅の登場によりその役目を譲ることとなった。フォールブルフクリケットクラブフォールブルフクリケットクラブベストフリートスポーツパーククリケット場はオランダの最新王子会場として ICC の承認を得ている。王子ステータス取得の際、アムステルフェーンの VRA クリケット場とロッテルダムのハーゼラーベフクリケット場に所属。2012年7月、バングラデシュはスコットランドび オランダと国際試合である2020で試合を行った。ありがとうございます。